動けねえ、伊藤純也に対する本音を激白する WWW。くぼけねえが語る伊藤純也。伊藤選手はすごいスピードがあるし、僕も、西枝では、ウイングなので、何したいかっていうのは、大体わかっている。僕からしたら、はっきりした特徴を持った選手なので、一緒にプレイするのが簡単ですよね。僕がトップ下にいて、右に伊藤選手がいる方が、相手からしたら脅威なのかな。自分が右で勝負したい気持ちもなくはないけど、もったいないかなと思います。これに関しては伊藤がすごすぎる。久保がトップ下に入るっていうバリエーションが増えたから良いことじゃん。左に3、真ん中に竹、右に伊藤は相手からしたら脅威すぎて草。右と左に流れたり、真ん中でも仕事ができる久保の優秀さがわかる。久保は幼少期から期待されてて、その期待通りに進化してるからエグい。欧州の主体性と日本の協調性を合わせ持つ天才。自分が比較的万能型で自分がトップ下をやった方がチームが強くなることを理解してるのがさすが。3、久保、伊藤の3人は守備も最高。試合中に自由に動き回る久保が好き。神童として注目され続けてきた竹と世代別、代表経験がない万世型の伊藤がチームの最高戦力として両投してるのが激アツ。久保がトップ下で自由に動けるのは、久保がいなくなった真ん中を森田と遠藤がしっかりカバーしてるから。周りに合わせてどこでもできる久保がすごい。トップ下だとミドルシュートも生きてくるから全然あり。今ベンチの南野、堂安、鎌田なんてちょっと前の日本代表だったら絶対的レギュラーレベルの選手だったのにね。二人とも2トップの一角としてもプレイしてたから誘導的な動きは得意よね。だんだんシルバに近づいてきただけ。